はい、おはようございます。 AM ステパンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日なんですけども、コンビニのですねスイーツ買ってきてます。ちょっとねリクエスト回収する動画やっていこうと思います。よろしくお願いします。さあまずコメント紹介、今日はねえりこさんからですね、これ結構前のリクエストなんですけども、キンキンシリーズでコンビニデザートをしてほしいと。こちらがですね、僕の返信コメント、ちょっとね意味が分かんなかったんですよね。で、聞いてみたら、デザート単品普通に食べる動画かなーってリクエストですかねってところで、キンキンには凍らさないんですが、やってみようと思います。もう一方続きまして、神コメントのみきましたんです。出たこの日のコメントスクショ3枚分です。おーすごい天才です。やばい、いきまろさんのこのエネルギーもほんとすごいわー。もう毎日元気になる、本当にすごいんですけども、この日のコメントスクショ2枚目ですね。ここにリクエストが入ってます。飯テロ動画にくれてるコメントなんですけども、とにかくここまで飯テロでかっこいい極めちゃったら、次に来たるはスイーツジャペンですねって言ってるんですよね。いつの日か何か夢キャワユイスイーツぶっ決めちゃってくださいってことで、そんなリクエストをもらってると。というわけで今日はですね、コンビニスイーツぶっ決める動画一発目ですね、ローソンで買ってきました。一応買った基準がですね、もうほんと可愛いかどうか、これを一番に優先して買ってきました。一番可愛いなと思ったのがこれですね、クリームのトリコ、クリームモリモリっていうやつで、これはね結構可愛いなと思いましたね。続きましてこちらですね、プレミアム生ガトーショコラっていうの買ってます。これも可愛い。あとは台湾カステラのホイップチョコってやつと、ラスト4つ目こちらですね、可愛くないなと思ったけど買っちゃいました、もっちりクレープの生チョコチョコチップってやつを買いました。さあってことでご対面していきましょうかね。これがね一番実はね個人的には好みで美味しそうですね。あ、カロリー結構高いんですよ。全部食べたら1100キロカロリー超えますね。さあこんな面構えしてますよ。これはね外れないと思うんですよね。絶対美味しいでしょう。さあ食べてみたいと思います。いただきます。ふわふわだ、めっちゃうまっ。さあ続きましてね、この面構え、これはねかわいいな夢かわゆい。一口でいけそうなサイズで328円か、高いな。これ一口でしょ。うわ、ここのチョコすごっ。いただきます。うまっ。うわー、うまっ。さあ続きましてね、この面構えですよ。これもね、かわいいか、でも美味しそうっすね。台湾カステラは飲んだことあるんですけど食べたことないんですよね。初めましてですね。まあ美味しそうですね。とりあえず行ってみますか。いただきます。食感がすごいな。さあラストですね、この面構えですよ。これはねかわいいな今回ローソンで見た中ではね、これが一番かわいいなってやっぱ思っちゃいましたね。手でいきますかね。これもふわふわしてそうですね。とりあえずね、いただきますから、ね、行ってきます。ケーキみたいですね。
口の中で溶ける。はい、お疲れ様でした。ぶっ決めてやりました。こんなにね、一日で食べたことないですね。なんかもうお腹がやばいんですけど、どれも美味しかったですけどね、このプレミアム生ガトーショコラ、僕はこれが一番美味しかったかな。まあやっぱどれもテンション上がりましたね。すごかったですね。ってことで、まあ僕の一押しはね、これだったですけども、ローソンのですね、夢キャワスイーツですね、美味しいのたくさんありましたんで、もしですね、食べてみたくなった、気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ最後ね、次回告知、明日もですね、このシリーズやっていこうと思ってまして、2日連続はちょっとね、怖いな、どうしようかな。まあでもやっぱ予定通り行きますか。明日はですね、セブンイレブン行ってみようと思ってるんで、4品は食べ過ぎたな、食べて3つかな。とりあえずね、まあ可愛いやつね、見つけて買ってきますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。スイーツでお腹いっぱいって初めてだわ、オーライさんが。